In August 1977, an area of Brazil allegedly became the victims of widespread UFO wave that occurred sporadically for 3 months. 1977年の8月、ブラジルのある地域、つまりコラレスという町なのですけども、その町が敵対的 UFO の攻撃を断続的に受けました。その攻撃はその後3ヶ月も続いたそうです。広し林、ハーママシティ、ジャパン。コラレス UFO 襲撃事件、カディンスキーの報告より。映画未知との遭遇では、人間はエイリアンと友好的な雰囲気で遭遇しましたが、コラレスではそうではなかったようです。コラレスでは住民たちは UFO の攻撃を受け、その結果35人の人が入院し、2人の人が死亡し、多くの人たちが町を去りました。事件の発端は、コラレスとベレムの上空に小さな光が現れたところから始まります。その光はチュパチュパと呼ばれるようになりました。チュパチュパというのは、夜中に見つけた人の血を飲むという伝説の怪物を言います。その UFO は現れたり消えたり、複雑な動きをしながら突然細い光線を人々に向けて発射しました。その光線に撃たれた人たちは、ひどく火傷をしたような感覚になったり、極端に無気力になったりしました。多くは気を失ってしまいました。理髪師のカルロス・カルドソ・デ・パウラ、49歳は、その光線が家の中に入ってきて、その光線と遭遇した時の様子を次のように語っています。みんなは眠っていました。私は最後の一服をちょうど吸うところでした。突然、火の玉が屋根の上から家の中へ入ってきました。それが当たり構わず部屋の中で打ちまくり、そして私のハンモックのすぐ近くまでやってきました。それは右足の膝まで私に触れることもなく上がってきました。そしてそれが左足の方に移動するまで私は好奇心で見ていました。その時力が抜け眠くなりました。タバコは手から落ちました。その時我に返って大声で叫びました。上の女の子のアナ・セリア・オリビアはその時まだ6歳でした。それでその時の記憶はそれほど正確ではないかもしれません。彼女はその時の不愉快な記憶を次のように話しています。多くの人たちがその白い光線に打たれ、また様々な形の UFO を目撃しています。人間も動物も攻撃されました。食べ物がありませんでした。全くありませんでした。誰も漁には行きませんでした。何かの食物を得るために野菜畑へ行く人もいませんでした。誰も一人になることを望みませんでした。コラレスのすべてが止まってしまったのです。6時になり暗くなると、私たちは床に着きました。50人から60人の女や子供たちのグループは大きな家で一緒に集まりました。男たちは一晩中起きていました。男たちは焚き火を焚き、音を出し、UFO が驚いて逃げるように鍋やポットを叩きました。人々は UFO を追い払うため空に向かって
銃を撃ちました。こういうケースではいつものことだが、私たちはそれは UFO ではなく何か別のものだろうと考えるかもしれない。ブラジルの軍部は数多くのビデオや写真を撮った。この写真がその一部である。軍の関係者はそうした装備を持っていて目撃証言を記録した。あなたは写真による証拠は存在するはずと考えるかもしれないが、それらのほとんどは今はない。ウェライド・セシム・カルバロ医師は地方の内科医であり、この遭遇事件において患者の治療に当たっていた。彼女は血液サンプルを取り、犠牲者には次のような症状があったと結論付けている。高熱、慢性の頭痛、やけど、集中的な熱、吐き気、体の震え、めまい、喘息、それに光線に打たれた場所の皮膚に大変小さな傷があるなど、これらの症状は血液が弱くなった時、放射線による化学療法の時、患者に見られる一般的な症状であると。患者のすべてに顔や胸部に傷を残している。影響を受けた部位は急に赤く腫れ上がる。やがて髪の毛が抜け落ち、皮膚は黒くなってくる。痛みはない。ただ少しだけ温かい感じがする。一人の人は皮膚に穴が開いた傷があった。犠牲者は男や女、広い年齢にまたがっていて、特にパターンはない。白く細い光線に打たれたという傷穴のある二人の患者。UFO 自体は陸や海の上を飛んでいるのが目撃されている。漁師たちはそれが多くの場合、海の中から出てきて、また海の中に戻っていくのを目撃している。ここで注意したいのは、2センチ程度のものから、葉巻型の巨大なものまであったということ。人間に見られることを避けようとする様子はなかったということである。UFO は、意のままに人間を無力化したり、傷つけたりしていたということである。ロシオ・オリビアの父親は、1999年に、謀反によってインタビューを受けている。この30年近く、このような出来事は消えることはないようである。時々 UFO は海の中へ入っていきました。海の下で青い光が動き回っているのを見たことがあります。そしてそれらはまた出てきました。上に上がってきて、北の方角に波のように上下を繰り返しながら飛び去っていきました。コラレス銃を光で照らし始めました。時には帽子、丸いディスク、あるいは傘のように見えました。それらは多くの場所から、時には空高くからやってきたように見えました。それらはあまりにも強い光を出していたので、形はわかりませんでした。光で目がくらみました。一度は三つか四つの光が一体化するのを見ました。それらは別々の場所からやってきて一つになったのです。多くの場合、ベレムの町の方へ島を横切っていくのが見えました。音はありませんでした。とても静かでした。ある時は一度にたくさんの UFO が自ら出てくるのを見ました。1、2、3、4とです。多くの光が水の中から出てくるのが見えました。巨大な物体が
水の中に入っていきました。空から降りてきて、水の中に入っていったのです。1977年の11月にそこで起きたことは一般には受け入れがたかったのかもしれません。やがて人々は誰も気にしなくなったように見えます。ベレムの市長は家の外で彼の息子と大きな黄色い UFO が空を横切っていくのを目撃しています。その数分後、村の発電システムが切れ、暗闇に包まれました。その次の15分後、村やそのあたりの上空を3つの光がチカチカと点滅しながら飛んでいくのが見えたそうです。電気が戻りました。その市長は、軍の助けを呼ぶのには十分だと判断し、軍の助けを呼びました。アルバロ・ピント・サントス軍曹という人が軍の調査官の形でやってきました。援助が届き、軍の円盤計画という名で知られているプロジェクトが始まりました。無記名の車が写真装置、回転望遠鏡、双眼鏡、望遠鏡などとともにその地域へやってきました。11月26日、9回の目撃報告があり、忙しい24時間を過ごしました。ここにその書類の翻訳を紹介します。1999年になって、サントス軍曹はインタビューに次のように答えている。いかにして村の住人たちがそんなにも怯え、怒り、空に向かって銃を撃ち始めたかについて記憶していると、彼はそうした行為、つまり UFO に向かって銃を撃つなどという行為がかえって光線ビームで反撃される理由となったということを覚えている。本当にみんな怯えていました。何をしてよいかわからなかったのです。そんなにも怯え、寮にも行きませんでした。私たちは皆に銃で撃ってはいけない。かえって事態を悪くすると説明しました。円盤計画の責任者のコロネル・ホランダはサントスのこの記憶に並行して村人たちが敵意のある UFO によって能力を奪われ盲目にされたという記録を残している。住民はしばしば円盤を銃で撃ったが私たちはそんなことはしてはいけないと話した。ホランダはコラレスの50代の大工が UFO に家の方に光線を向けられたとき、ひどく怯えたケースを目撃している。彼はライフルを構え、そのディスクに照準を当てました。が、その光が赤に変わったと思うと、彼は地面に倒れていました。それから15日間、その大工は動くことができませんでした。最初の日、彼はめまいがしました。彼は普通に聞いたり、見たり、話したりすることはできましたが、動くことはできませんでした。彼はずっとハンモックの中にいました。予備的な報告書は中立的で、かつこの事件が物理的な原因で起きたのではないというような内容で、興味深い。つまり将来にわたって情報や証拠が出てくることを考慮に入れ、次のように結論をオープンにしている。集団ヒステリー。住民たちは未知の原因による謎の光の出現に驚いた。彼らは眠らず、寮にも行かない。住民たちは恐怖の状態にいる。そして何か機械的なものによって攻撃された
などなどというニュースが広がっている。光の光線に打たれた人たちは、言うなれば精神崩壊のようなものに苦しんでいる。いつもほとんど同じような症状なのだが、次のような症状が見られる。部分あるいは体全体の麻痺、会話能力の喪失、寒気、めまい、発熱、声の枯れ、体の震え、頭痛、ビーム光線に打たれた場所の無感覚など。以上がその報告書です。コラレス、ブラジル、UFO インベージョン、September 1977. Summary. The colorless flap refers to an outbreak of UFO sightings that occurred in 1977 on the Brazilian island of Colares. During the outbreak, the UFOs allegedly attacked the citizens with intense beams of radiation that left burn marks and puncture wounds. These sightings led to the Brazilian government dispatching a team to investigate under the code name Operation Sousa, but the government later recalled the team and classified the files until the late 1990s. この動画は1977年9月から数ヶ月にわたってブラジル・コラレス島の住民たちが UFO に襲われた事件についてのものです。広林、浜松シティ、ジャパン。1977年9月から起きたコラレス UFO 襲撃事件。コラレス UFO パニック事件。要約。コラレスパニック事件というのは、ブラジルのコラレス島で1977年に起きた UFO 目撃事件を言う。その襲撃事件の間、UFO は放射能性のビームを集中的に浴びせかけ、市民を襲い、その傷跡を残したという。その目撃事件を調査するため、ブラジル政府は円盤作戦というコードネームのもと、チームを派遣したが、ブラジル政府は後にそのチームを解散し、資料を1990年代に公表するまで機密扱いにした。1977年、ブラジルのコラレス島はかつて記録された事件の中でも最も特異な事件ということになる。コラレス島の2000人の住民のうち多くの種類の UFO から地上に放たれた恐ろしい光線ビームから逃れることができた人はほんの2、3人に過ぎない。多くの住民が、あるいは地元の人たちによって、チュパチュパと呼ばれた、その死のマシンの写真を撮った。そのあまりにも多種多様な未知の空飛ぶ物体は、今までになかったことである。報告によれば、小型 UFO、
大型 UFO、葉巻型、皿型などなど、あるものは光っていたし、またそうでなかったものもあったが、どれも恐ろしいものであった。その光線による現象は何ヶ月も続き、コラレス島の住民はもちろん、その周辺の地域の人たちをパニックに陥れた。異なった色の光線。その恐ろしくも奇妙な死の光線は、まるでハリウッド映画からやってきたように見えた。その様々な色の光線は、逃げ惑う市民を集中的かつ正確に襲った。光線に撃たれた人の多くは叩きつけられ意識を失った。そして目を覚ましてみると不快感を訴えたが、最も典型的な症状は無気力症状、衰弱症状であった。多くの人が地元の内科医による診断を受け、治療を受けた。チュパチュパの行動はそんなにもしばしば起き、その地域の人たちはエイリアンが強力な武器によって住民と接触を試みようとしていると感じたという。UFO がどこからやってきたかについて、マラジョの近くにある彼らの海底基地からやってきたと説明する人もいた。つまり、そのあたりから空飛ぶ機械が現れ、ビームを発し、ほとんど瞬間に消えるのだが、目撃されていた。女性や子供は島を離れた。UFO に包囲されている間、一般市民は、子供たちは UFO の脅威から遠ざけられたが、コラレスに多くの女性が残されていたため、それを心配した。男たちは家や所有物を守るため、徹夜で警護した。男たちは夜の空を照らすため、大きなかがり火を焚いた。また、UFO の侵略を跳ねのけることができるかもしれないと、花火を上げ、金属製の物体を叩いた。が、やがてそれも効果がなく、無駄と分かった。被害者の主張。一軍の被害者たちが、報道機関に次のように話している。皆、胸を押さえつけるような重量を感じ、動けなくなってしまった。光線の太さは直径が7から8センチで、色は白かった。光線が狙ったのは女性ばかりで、男性の場合は即座に叩きのめされてしまった。女性たちは叫び声を上げようとしたが、声は出なかった。目は開いたままだった。光線は熱かった。まるでタバコの火傷のように熱かった。と。ウェル・エイド・シー・カルパロ医師は次のように書いている。顔面あるいは胸部に傷痕を負っていた。と。その傷は放射能による傷のように見え、感染部の皮膚が集中的に赤く腫れた。後に髪の毛が抜け落ち、皮膚が黒くなった。痛みはなかったが、軽い熱はあった。一人の人が皮膚に穴が開いたような印に気づいた。被害者はいろいろな年齢の男や女にまたがっていた。
提携はなかった。チュパチュパについて、地方紙や報道機関はコラレスの人たちをして、彼らは人工衛星、軍の風船、あるいは日常的な物体を見たのだと信じ込ませようとしていた。が、このことはかえって市民を怒らせてしまった。というのも、彼らは何を見たか知っていたからである。また、どの報道機関の説明も、チュパチュパとその光線の表現に近いものはなかった。円盤作戦。COMAR、つまりブラジル空軍司令官がベレムに到着した。そして円盤作戦の名のもと、その地域の一連のリサーチ計画を立ち上げた。彼らは決して UFO の存在を確認しなかった。あるいは円盤が光線と関係あることを確認しなかった。そして通常の説明に始終した。やがてブラジル空軍は彼ら自身の役人をその光線のターゲットとすることによって、その島のパニックについての理由を発見した。彼らはその物体の4つのビデオ画像と多くの写真を取り上げたが、コラレス島の人たちを満足させるような説明は全くなかった。1977年、コラレス島のブラジル人は未知の性格を持つ UFO によって訪問を受けた。ほとんどすべての種類の UFO が目撃された。大小様々、葉巻型もあったし、光っているのもあったし、そうでないのもあった。UFO は毎日北の方角の空からやってきた。あるいは時には水中からやってきた。そしてそれは数ヶ月も続いた。島の住人の中には定期的に光線を当てられ、ターゲットにされた人もいた。また、ひどく傷つけられた人も多くいた。軍が介入し、報道機関は35人の人たちが奇妙な光線により傷つけられたと述べた。そして、すべての島の住人が島を離れた。そして、すべての島の住人が島を離れた。これが1977年コラレス UFO 襲撃事件を伝える報告書です。全体に12ページ以上もある長大なものです。実はですね、私はこの事件をですね、468号の方で一度取り上げたことがあります。地元の方からですね、情報をいただき、ぜひ調べてほしいと。それで468号、今からもう3年以上も前に発表した動画ですけども、がそれを発表した直後にですね、その、まあ、率直に言いまして、住民の方から怒りのメールをもらいました。いわゆる取り上げ方が不真面目であるとです。で、それ以来、この事件についてはですね、何かしらこう、心の中で抵抗を感じたものですから、まあ、ペンディングってことにしておきました。が、今回、改めてこの事件を見直して、見ることにしました。右下の動画はですね、これは地元のテレビ局が、まあ、再調査、再現した動画かと思われます。で、この中で
と、まあ、注意してほしいのはですね、一人のジャーナリストがやはり、まあ、真剣にこの事件を調べて報告しているという点。そしてもう一つは、当時の、まあ、ジョイさんですね、ドクターが、この画面に出て、その事件の様子を証言しているという点です。まあ、嘘でできると言いますか、全くなかった事件ではなかったということになるのではないでしょうか。で、まあ、こうした事件の検証ではですね、やはりその向こうに見える、なんて言いますか、真剣さということになるのではないでしょうかね。私はやはりこの報告書を、まあ、ざっと読んでですね、その向こうにその真剣さを感じました。これが当時のジョイさんですね。そして、まあ、この画面に名前と顔を出し、そしてその事件の様子を報告しています。そしてこのような証言、記録もしっかりと残っています。まあ、どのような UFO であったかということですね。で、この事件の特徴はですね、まあ、UFO が人間を襲ったということですね。そして結果として、住民たちはコラレス島を放棄して、まあ他の地域に皆移ったということです。まあこうしたその、なんて言いますか、事実の向こうにですね、私は真実を感じました。それでこうして皆さんに報告することにしました。今まで私が調査してきた UFO 遭遇事件などとですね、重ね合わせてみると、また別の見方が出ますか、UFO に対する見方が生まれるのではないでしょうか。まあ、はっきり言えば、この地球上には人間以外の知的生物が住んでいるということ、そしてその知的生物は決してお人よしではないということですね。そこを誤解してはいけないと思います。まあ、私たち人間の立場からしますとね、まあ、人間のためにいてくれるのではないのかなという期待はありますが、そうではないということですね。そこにあるのは、ひょっとしたら、ギブアンドテイクの冷徹な、まあ、哲学ではないかと思います。まあ、このような証拠って言いますか、傷跡も残った人もいるということですね。これが当時のジョイさんです。そしてこの事件も例によって例のごとく、政府機関によって徹底的に隠蔽されたということです。そして、1990年の終わりですから、事件があってから、まあ、25年前後も経ってからですね、公表されたということになります。なぜ隠蔽するのでしょうか。皆さんは隠蔽についてどのようにお考えになりますか。隠蔽というのは、不作為による、まあ、詐欺ということになるのではないでしょうか。つまり、私たちは騙されているということです。作為的に騙されたわけではありませんけれども、不作為による、まあ、詐欺ということになるのではないでしょうか。そして、例によって例のごとく、このような風船が飛んでいたのだというふうに、まあ、政府機関は説明したそうです。これが、まあ、コラレス UFO 襲撃事件のあらましです。私はこの事件はあったと確信しています。続く動画は古い動画ですけども、まあ、468号です。この動画が、その情報をいただいた方をですね、怒らせてしまいました。今、深く反省しています。それでは皆さん、Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Hello, Mr. BQ in Brazil. Thank you very much for a comment which helped me a lot. This is a story about it in Japanese. BQ さんのためにゆっくりと日本語を話します。BQ さんという方から手紙をいただきました。
その中で B 級さんはコラレス事件というのを話してくださいました。これが B 級さんからの手紙です。1977年にコラレスというところで UFO 遭遇あるいは UFO による攻撃事件がありました。コラレスは大変重要な地点にあることが分かりました。B 級さんはそれを私に報告してくださいました。その手紙の内容です。 B 級さん、どうもありがとうございました。赤いところがバミューダトライアングルと呼ばれているところです。ここがティオティウワカンです。古代のパイロットのハブ空港でした。この線を上へ行くとギザ、そしてここが西極です。赤道とナスカ、ギザをつないだ線の交点です。そして角度がきれいに出てきます。ここが西極点です。ウェスポールです。ここが西極点で、西極点から南へ南極への直線上にコラレスがあります。西極点からコラレスまでの距離は 162.1km です。ここがコラレスです。コラレスです。ここで UFO 襲撃事件が1977年に起きました。コラレスの街の中の様子です。これは公式の その当時の事件を伝えるサイトからの引用文です。この事件での特徴は、人間がエイリアンに攻撃されているということです。80人以上が怪我をし、2人が死亡しているということです。数ヶ月もこの事件が続き、コラレスの住人の半分が疎開というか避難したということです。そこでブラジル空軍は調査チームを編成しました。が、突然数ヶ月後に中止。これらの写真はその当時コラレスの人たちによって撮影された写真です。まさに UFO の写真です。中にはこのコラレスよく知られた写真もあります。まあそれほどこのコラレスの UFO 襲撃事件というのは大きな事件だったんですね。この人の女性は右肩ですかに負傷しております。これらの写真はその当時の目撃者のですね、証言をもとに再現された写真だそうです。
が何と言ってもこの事件で注意しなくてはいけないのは、このコラレスが西極点から160キロ前後しか離れていないということと、南極への線上にあるということです。上が北極です。30度行きますとエイブベリーです。ストーンヘンジの近くですね。そしてさらに30度で行きますとギザ、間の角度、南極との角度は 120.00、 そしてイースターとナスカへの角度は 60.00 です。なぜエイリアンが人間を攻撃したかということについては謎が解けていません。何か理由があったものと思われます。